太りすぎてお腹が重たい。お肉が邪魔で靴が履かれへん。腰も痛いし膝も痛い。楽しく怠けながら運動はできていますか？怠け者の健康美容チャンネルのオスカーです。いつも高評価コメントありがとうございます。今回お伝えするのが痩せすぎ注意。お腹をへこませたい方だけ見てください。お腹激痩せ体操をお伝えしていきます。ダイエットに必要なのは運動と食事。これは皆さんがご存知だと思うんですが、実はまだ大事な要素があるんです。それは何かと言いますと、睡眠も大事なんですね。皆さん夜はしっかりと寝れていますか？もし今あまり眠れていないのであれば、早急に改善しましょう。なぜかと言いますと、人間の一番いい睡眠時間というのは7時間から8時間という風になっております。なぜそんなに寝ないといけないのかと言いますと、この脳みそは寝ている間に頭の中を整理するんですね。そうなることで脳が正常に働き、体全体の動きが良くなるというわけなんですね。でもこれが7時間8時間未満の方は将来的に認知症になりやすくもなってしまうんですね。その他にも脳からの指令が体にうまく行き渡らず、正常に反応しなくもなってしまうんですね。また体にストレスも溜まってしまいますので、脳の満腹中枢というのがおかしくなってしまって、ご飯をたくさん食べてしまうんですね。そうなってくると、いくら運動や食事を制限したとしても変化がないんですね。なので生活習慣を改めていただいて、そこからお腹激痩せ体操をやっていきましょう。はい、では今からお腹激痩せ体操をやっていきたいと思います。皆さんベッドやお布団の上でできますので、そのまま仰向けで寝てください。皆さん寝れましたか？では今からお腹をぐーっと押さえていくんですが、この指で押さえる場所は今ちょうどこの指ですね。指で4本数えてみてください。小指から人差し指まで、そしてこのへそから数えていっていただくと触れるところがあるかと思います。そこをですね、できたら人差し指、中指などで押さえていただいて、息を吸って吐くときに、ふーっと吐くときに指を中にふーっと入れていきます。吐きながら、このときしっかりとふーっと最後まで吐き切るまでは、ゆっくりと中まで指でぐーっと押さえていきます。ふーっと吐いていって、で吐き切ったらゆっくりと戻す。これを10回行っていきます。ここはですね、リンパの集まるところの乳糸層というところがあるんですね。なのでそこを刺激してあげると、どんどんそのリンパの、ね、流れっていうのが良くなりまして、体の免疫力の向上や体のむくみで改善のにもつながりますので、ぜひでここを刺激してあげて、まずはこの動きやすいカードを作っていきましょう。では皆さんご準備よろしいですか？ではゆっくりいきますよ。せーの、スタート。はい、でこのおへそから指4本上ですね、指4本上数えてもらって、でこの触った場所ですねを、でで人差し指か中指ですね、で押さえていただいて、で深呼吸、鼻から吸って、ふーっと吐きながら指を中にぐーっとゆっくり入れていく。あまり痛くなるまでギューッと押さえないように気をつけてください。自然と中にシューッと沈み込んでいくような感じになりますので、いきますよ。はい、いきます。はい、1回目、はい、鼻から息を吸って、はい、吐いて、はい、戻して、どうせしっかりと息吐き切れてますか？2回目いきますよ。はい、鼻から息を吸って、はい、吐いて、戻して、はい、3回目いきますよ。はい、吐きます。はい、戻します。次4回目いきますよ。はい、鼻から吸って、はい、吐いて、はい、戻して、
次5回目ですよ。いけてます？皆さん大丈夫ですか？ついてこられてますか？はい、鼻から息を吸って、はい、吐いて、はい、次6回目ですよ。半分過ぎました。はい、吐いて、はい、戻して。皆さん押さえれましたら、ちゃんと指4本おへそから上のところに当たってますか？次7回目いきますよ。はい、吸って、はい、吐いて、はい、戻して、はい、8回目、はい、戻します。あと2回頑張って、はい、いきます。ふーっと開きましょう。はい、戻して、また鼻から吸いますよ。最後、はい、吐いて、はい、OK です。では2つ目、次はお腹に力を入れた状態でトン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 って指先で叩いていきます。なのでやり方としましては、頭を少し上げていただいて、おへそを見ます。このおへそを見てるときに大体約5秒間、 1,2,3,4,5 戻す。これを10回やっていこうと思います。難しい方は5回でも大丈夫です。もし首がしんどい方は、この枕をですね、ちょっと高めにしていただいて、ちょっとね、これぐらい、お腹にちょっと力入るかなーってぐらい上げていただいて、で、このおへそを見ていただくと。そうすることで、このお腹に自然と力入っていきます。これをですね、10回やっていきましょう。だいたい約3秒から5秒間ぐらいですね。これをトン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 って叩いていきましょう。そうすることで、この腹筋に力が入りやすくなっていきますので、どんどんお腹に力が入っていきます。このおへそを見ることでお腹に力が入りますよね。でその時に指をトントンと叩くことでお腹に意識して力を入れることができます。皆さん普段からそこまで力を入れることはできないと思いますので、そうやってお腹に力が入るかなというのを確認しながらやってみてください。そうするといつもの運動がよりお腹に力も入りやすくなって、より効率よく痩せることができます。いきますね、せーの、スタート。いきますよ。はい。はい。1回目。はい。いきますよ。はい。1、2、3、4、5。で、戻す。はい。OK。こんな感じですね。いきますよ。次、2回目。いきますね。はい。1、2、3、4、5。超戻す。こんな感じですよ。まあ、難しい方は3秒でも大丈夫です。次、3回目いきますよ。はい。いきます。はい。1、2、3、5、戻す。こんな感じですよ。いきますか？次、4回目いきます。いきますね。はい、せーの。はい、1、2、3、4、5、戻す。こんな感じでいきます？首が痛い方は無理しなくて大丈夫ですからね。はい、次、5回目いきます。休憩しながらやってくださいね。いきますよ。はい、1、2、3、4、5、はい、戻す。いい感じですね。いけてますね。いい調子です。次、6回目いきますよ。はい、せーのと。はい、1、2、3、4、5。はい、戻す。いい感じですね。どんどんお腹に力入っていきますよ。次、7回目いきます。いきますね。はい、1、2、3、4、5。はい、戻す。いい感じですね。どんどん力入ってますよ。次、8回目いきますね。はい。せーの。1、2、3、4、5。戻す。いい感じ。あと2回。頑張って。いきますよ。はい、9回目。はい。1、2、3、4、5。はい、戻す。あと1回ですよ。頑張って。いきますよ。はい。最後。せーの。1、2、3、4、5。はい、OK です。
はい、では最後の3つ目です。最後の3つ目はまず替え足になります。そしてこの時にこのつま先ですね、親指側を上に上げます。そして足を伸ばしてそのまま戻す。この親指を上げた状態のままで伸ばして戻す。これは足つらしながらでも大丈夫です。なんですけども、これをするとしっかりとこの下腹、お腹に効いていきます。最後にこれを10回だけやって終わりにしましょう。はい、ではまず皆さん替え返しになってもらって、でつま先を上に上げましょう。上上ですね、こんな感じ投げてもらって準備 OK です。それではいきますよ。はい、いきます。せーの、スタート。ゆっくりいきますね。はい、1、はい、2、3、4、できるだけ指離れないように、5、6、しっかりお腹に効いていきますよ。4、1、頭ちょっと頑張れ。8、頭も少し、9、あと1回、10、 OK。 はい、皆さんお疲れ様でした。お腹周りに力が入った感じがあったのではないでしょうか。皆さんは普段お腹に力を入れていないので、どんどんお腹が垂れ下がってくるので、お腹周りをどんどん動かして、ポコリお腹にならないようにしていきましょう。なかなか1時間も歩けない、体を動かさないとは分かってるけども、めんどくさくて外に出たくない、自宅で手軽に体を動かしたい方は、この3つの体操を毎日10回だけ行っていただければ、筋力と柔軟性がつき、血液やリンパの流れが良くなって、体の代謝が上がり、痩せやすい体になっていきます。なので私と一緒に、より健康で美しい体を手に入れていきましょう。この動画が良かったと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。またこの怠け者の健康美容チャンネルでは、他にもダイエットできる運動などを数々取り揃えておりますので、ぜひこの下の概要欄に貼ってある動画などを参考にしてみてください。またこの YouTube のコメント欄のところにコメントしていただけると、私のモチベーションが上がってめちゃくちゃ励みになりますんで、ぜひコメント書いてみてくださいね。動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回またお会いしましょう。